うるせえ、めっちゃセミが鳴いてる。このクソうるさいセミ、竹をつくつくっていう中国原産の外来ゼミでして、スクリーンから大量発生してきて、今ワンワン鳴いてるわけ。うるさくてしょうがない。セミの鳴き声ってもうちょっとなんか風流な感じするじゃないですか。でもこの外来ゼミは本当にうるさいだけ。うっせんじゃボケ。だいぶ暗くなってきたんですけど、出てきとるかな幼虫。このフェンスの向こうが竹林で、大量の幼虫がこの竹林から這い出してくるんですけども、ちょっとまだ時間早いかな。まだちょっと明るいし、セミが鳴き止んでからが本番なんだな多分。うわ、でっかい少量バッターおる。これメスの成虫です。もう成虫が出る時期になったんだ。これも食えんことはないけど、これじゃないんだよな。薄葉カミキリがいました。しかも2匹ダブル。めっちゃちっちゃいのこいつ。めっちゃでかいゴミムシダマシおった。弓足用ゴミムシダマシだ。でもいらない。クワガタ落ちてた。これノコギリクワガタですね。あんま大きくないけども。うわ、カブトムシおるやん。しかも立派な巨カブト。いた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 。ほら、でかいでかい。あそこ樹液が出とんだ。ほら、何匹かカブトムシが集まってきてますね。もうカブトムシいらんよ、この間いっぱい取ったから。腹広カマキリがいる。なんか捕食してるな。なんだろうこれ。ちょっともう食われすぎて原型はわかりませんけど、なんか食ってます。まだ幼虫ですねこの子。だいぶセミの鳴き声が落ち着いてきたんで、もうそろそろ幼虫出てくるかな。あ、いました。これですよ、私が探し求めてたのは。これです、このセミの幼虫。これ竹をつくつくっていう種類のセミなんですけども、中国原産で竹ぼうきとかに卵がついてて、それで日本に入ってきたんじゃないかなって言われております。これ茹でて食べると上品なエビの味がします。これめちゃくちゃ美味しいの。もう私この美味しさ知ってるんですけど、私家でアリ飼ってるんですけどね、アリさんはこいつの美味しさ知らないんですよ。だからこれアリさんたちのお土産にします。今日は自分が食べるためじゃなくて、アリさんたち食べさせてあげるために幼虫取りに来ました。幼虫というか、これね簡単に羽化してくれるんで、殻がまだ固まってない柔らかい、いわゆるソフトシェルってやつをうちのアリさんたちに与えていこうと思う。あー、こんなところにもカブトムシちゃんがいます。こっから樹液出てるんですね。そしてアリさんたちもたかってます。これはクロオアリだな。家でクロオアリ飼ってるんですよ。野生のクロオアリたちにちょっと近づけてみよう。幼虫を襲う。あんまり襲わないね。セミの幼虫よりも樹液の方がいいのかな。あ、一匹興味を示したけど、あ、無視しちゃった。樹液の方がいいのかな。昆虫ゼリーの方がいいんやろうか、うちの子たちも。ちょっと心配になってきたよ。これからが本番ですよ。幼虫いっぱい出てきます。大人が泣き止むと子供たち幼虫が出てくるんですよ。またいました。一生懸命フェンスをよじ登ろうとしてます。こいつらこういう金属製のちょっとつるっとしたフェンスでも登れちゃうんですよ。すごいですよね。で、頑張って登ったとこ申し訳ないけど、君はアリさんのご飯になるでちゅよ。なんや、カブトムシのメスかよ。ちょっと期待しちゃったじゃん。違う、君じゃないんだ。ノコギリクワガタが繁殖活動してる。あー、ごめん、襲おうとしちゃった。ごめんね、やだね、やだね。おー、歩いてる遊歩道に出てきてた。プリップリ、美味しそうだね。でももう今回はアリの餌ね。またいた、フェンスから這い出してきてた。今ピークですね。あ、フェンスの向こうにもおるやん。ちょっとこれ手いけるやろうか。あー、ちょっと待って、今左手ちょっとね、剥離骨折しとるからあんま無茶したらいかんけど。あ、いけたいけたいけた。よし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 。はい、これでダブルです。ダブルダブル。あ、またいた。あ、こっちにもいた。ダブルダブル。わかるかな、あのフェンスの向こう。ほら、あそこに2匹ついてんねん。そして手前の枝にもほら1匹ついてる。竹林ってあんま捕まるものないんで、ああやってね、竹林の中に落ちてきた木の枝とか、なんかちょっとした出っ張りとか使って器用に羽化するんでしょうね。あそこ歩いとるね。このフェンスの向こうめっちゃおるわ。はい、またいました。ここ結構同業者が来て、でめっちゃ取りまくってるんですけど、それでもね、同業者はめかいくぐってこうやって登ってきたり出てきたりするやつがいるんですよ。こんだけ人いてもね、普通に取れます。うわー、普通にいっぱいいましたね。でももうなんかちょっとピーク過ぎた感があります。あ、今日は運転しなくていいんで飲みます。ホテルにチェックインしました。ではこの産地直送の竹をつくつくの幼虫をこちらのカゴで羽化させていく。このカゴ壁面がメッシュになっておりまして、幼虫が捕まりやすくなっております。ここに幼虫を捕まらせると。よしよし、みんな元気ですね。君たちはアリさんのご飯になるでちゅよ。カゴにくっつけました。この子たちが羽化するまで待ちます。早く浮かしてね。この子たちが早く浮かするようにちょっと一発気合入れとこうか。うぅー、うわー、おう、もう一回、おう、おー、落ちんね。しっかり捕まってます。その調子だぞ。あ、この子背中が割れ始めました。柔らかい中身が覗いてます。あの中身がめちゃくちゃ美味しいんですよね。結構割れてきました。お、あの子も背中が割れ始めましたね。この子も背中割れ始めました。早くも顔が殻から出ました。竹をつくつくって羽化めちゃくちゃ早いんですよ。普通のセミは背中が割れ始めてから体が完全に殻から出て羽が伸びきるまで3時間ぐらいかかるんですけど、竹をつくつくの場合1時間ぐらいで済んでしまいます。
竹をつくつくの幼虫は竹林に生息してるんですけど、竹ってツルツルして捕まりにくいじゃないですか。だから高いところまでなかなか登っていけないんですよね。高いところまで登れる構造物が少ない。そうなると必然的に低い場所で羽化することが多くなるわけです。低い場所で羽化すると獣にやられるんですよね。キツネとかタヌキとかイタチとか。低いところで羽化しなきゃいけないことが多い竹林で、羽化する時の生存率を上げるための適応なんでしょうね。あの子は殻から完全に体が出ました。これから羽が伸びてきます。どうやって羽を伸ばすかというと、羽にはいっぱい脈があるんですけど、その脈に体液をどんどん流し込んでいくことで羽を広げていきます。っていうかこの子羽化止まっちゃいましたね。もう30分ぐらいずっとこのままなんですよ。もうどうせアリの餌にするし、もうこのままアリの巣に掘り込んじゃおうかな。これはうちで飼育しているクロオアリのコロニーです。わざわざホテルまで持ってきました。まだ殻が固まってなくて柔らかいですよ。殻が硬いとどうしても食感落ちるんですけども、羽化したての殻が柔らかいやつは本当に美味しいんですよね。食感もいいの。では羽化しかけのこの美味しい美味しい竹をつくつくを投入。さよなら。うわぁ、おー、早速アリさんたちがいっぱいたかってきました。すごい勢いで噛みついとる。殻が柔らかいから噛みつきやすいんだ。噛んでる噛んでる。ものすごい勢いで食らいついて肉を引きちぎろうとしてるんです。羽化して綺麗なセミさんになるはずだったのに、私に捕まってしまったばっかりにアリさんの餌食になってしまいました。あ、よく見たら生きてた。ほら前足動かしてるわ。むごいでちゅねー。生きたままアリさんに襲われて。セミが羽化途中にアリに襲われるなんてことは自然界では本当によくあることですから、日常茶飯事です。これも自然の摂理です。なわけないか。人が飼ってるアリのコロニーにぶち込まれるわけですからね。しかもおまけにぶち込まれたセミ外来種ですから、不自然極まりない光景ですね。見てください、羽のところがなんかちょっと濡れてますよね。これアリが脈を食いちぎってそっから体液漏れてきてるんですよ。羽を広げるはずだった体液がアリさんが脈を噛みちぎったことで漏れてしまってるんですね。うわー、むごいでちゅねー。この子も羽化不全だね。っていうか前足片方ないやん。こいつ抜け殻にはちゃんとあるのにな。抜け殻から引き抜くときにちぎれちゃったのかな。まあいいや、どっちにしろアリの餌にするんでアリさんに放り込んじゃおう。それじゃあそろそろ君もバイバーイ。あ、この子はオスですね。見てください、お腹側。ほら、お腹のところになんかペラペラがありますよね。あれ発音機の共鳴板なんですよね。オスは発音機の共鳴板がああやって大きくなるんですよ。おー、もがいてるもがいてる。元気ですね。殻に入ったままの子より食いつきいいですね。あっちは体の半分がまだ硬い殻の中に入ってますから、食いつけるのは体の半分だけなんですけども、こっちはもう全身出ちゃってますから全身柔らかいんですよね今。だからどこでも噛みつき放題です。こっちの方が食いつき良さそうですね。そして他の子たち、なんか羽化止まっちゃってますね。捕まえた場所からここに持ってくるまで3時間ぐらいかかってますから、捕まえてからあんまり時間が経っちゃうと羽化がうまくできなくて途中で止まって死んでしまったりするんですよね。多分この子たちもうダメですね。竹をつくつくは関東で撮ってるんですけど、去年一昨年は関東のその撮った場所の近くのホテルで観察してるんですよね。やっぱりあんま輸送に時間をかけるとダメみたいです。ほらこの子なんて前胸部と頭部の殻が割れてませんよね。これ絶対無理ですね。もうこいつは確実にダメなんで、とりあえず冷凍しておきましょう。うわ、足の先が食いちぎられてます。この子も足先食いちぎられて、うわ、まだ生きとるわ。柔らかいから足先食いちぎられてしもたんやわ。っていうかこの子まだ生きとるやん。うわー、むごいでちゅねー。見てください、このセミ羽がボロボロにされてます。普通アリって羽をかじらないんですけど、羽が伸びきってない柔らかい状態だとかじるんですね。足のところかじられてボロボロですね。前足だけがかろうじて残ってますが、中足後ろ足かじられてボロボロですね。うわ、待って、足動いた。今足動いた。まだ生きとんだ。うわー、むごいでちゅねー。ていうか意外と生命力強いのね。さすがにこっちは絶命しましたね。やっぱ足のところ噛まれまくってボロボロになってます。本体はまだ無事ですね。ダメかと思ってたら1匹だけちゃんと羽化してました。この子発音機の共鳴板でかいんでオスです。そろそろチェックアウトの時間なので、これ家に持って帰ります。家に帰ってきました。さらに羽がボロボロにされてますね。羽化途中死んじゃったやつらも持ち帰ってきたんですけど、正直もう十分でしょ。これ入れても量が多すぎて腐ってくるだけ。だからこいつらは肉食ゴキブリの餌にしよう。ほらほら、ご飯だよ。あれ、食いつき悪いな。やっぱちょっと中身出してあげた方がいいかな。ハサミで切って中身汁を出してあげましょう。断面見てください、中に空洞ができてます。ほら、腹部が空洞になってるわ。やば。こうやって中身露出させといたら、ここ取っかかりにして幼虫が食べてくれると思います。お、早速食べに来ました。
中身出してあげたらすぐ来ました。食べてる食べてる。ゴキちゃんたちおいちいでちゅか。成虫も食べに来ました。おいちいでちゅか。ゴキちゃんたちハサミで切ったったらすごい勢いで食らいつくじゃん。おいちいでちゅか。外来ゼミ人間が食べてもまあ美味しいんですけど、こうやってペットの餌にすることもできるんですよね。これが命の有効活用、 SDGs だよ。しばらく目離してたら食いつくされて、抜け殻の一部が残るだけになってしまいました。殻が柔らかいんで中身食い尽くされちゃったんですね。投入してから3日経過しました。まだ原型は残っているようですが、よく見るとボロッボロです。特にこの子なんて腹部の付け根食い破られて中身食い荒らされちゃってます。むごいでちゅね。でもこの子はまだ中身詰まってそう。特にこの胸部には羽を動かすための飛翔筋がパンパンに詰まってますから、ここはぜひとも活用してほしいよね。多分ここから穴開けて中に徐々に入っていくんじゃないのかな。これハサミで切って中身露出させてあげてもいいんですけども、今回は甘やかさずに置きましょうか。自力でなんとかしなさい。はい、1週間が経過しました。地味に足は全部持ってかれてますけど、本体はまだ原型を保ってますね。せっかくやからちょっと待って中身見てみようか。いくよ。うい、おぉ、お腹は中はスッカスカですけど、まあこれオスなんで、セミのオスのお腹はスッカスカなのが当たり前なんで、それはいいんですけども、胸部の筋肉がたっぷり残ってますね。これもったいないね。こっちはどうかな。ちょっと手切るぞ。慎重にやらんと。危ない危ない危ない。いくよ。えい。うわ、見て。中に結構アリさんの残骸が入ってた。この部分に穴開いてたんで、こっから中に侵入できたはずです。多分アリさん、この中にできた空洞をゴミ捨て場として利用してましたね。でもまだ胸部の筋肉結構残っとるから、これも捨てるのもったいないね。戻しておこう。外来種といえど命ですから、なるべく無駄なく活用したいですよね。でこれどうしても余るんだったら、最後肉食ゴキブリのところに掘り込んどきゃいいんだな。まあアリさんたちが残したというよりは、巣の規模に対して餌の量が多すぎたね。ちょっと上げすぎた。1匹というか1匹を半分に割ったやつで十分やったね。ごめんねアリさんたち、ちょっと多かったね。でも乾燥肉も幼虫の餌になるんで、このまま入れときます。でもこればっかりだと水分不足しますよね。ということで昆虫ゼリーを与えておく。これで水分糖分を補給できるんでね、アリさんたちの成虫のエネルギー源になります。ほらアリさんたち、しっかり飲みなさい。ほら群がってきてるでしょ。しっかり飲んで働くんでちゅよ。アリさんを使った SDGs もなかなか難しいね。今度はもうちょっと処理しやすいものを与えてあげよう。